ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、マネーショーと、華麗なる大逆転。監督はアダム・マッケイ。2015年の作品です。2008年に起こった、いわゆる、リーマンショックの陰で、経済破綻を先読みし、モーゲージ債の空売りを仕掛けて巨額の収益を上げた、ウォール街のはぐれ者たちの物語です。出演は、クリスチャン・ベイル、スティーブ・カレル、ライアン・ゴズリング、ブラッド・ピットほか、ノンフィクション作家、マイケル・ルイスの原作をもとに、素人には難解な債券や株の取引を、簡単な例を挙げて解説しつつ、とても現実とは思えない、リーマン・ブラザーズ破綻の経緯を描きます。シリアスな筋書きを、サタデーナイトライブのディレクターだったマッケイが、コミカルで軽妙に演出します。最後までご鑑賞いただき、ありがとうございました。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。